今からですね、18番っていうね、もうすごい古いで、なんか伝説のラーメン屋さんがあるんですよ、秋田に。テレビでもね、僕見たことあるんですけどね、ちょっとそこにね、行ってみたいと思います。まさかあのラーメン屋がまだやってると思わなかったね。ということで今走り出しました。10日間ぐらいあるとね、1日ぐらいはこういう民宿みたいなね、泊まって、1日は、もう食事付きで結構でかい大型のホテル、なんかこう賑やかなとこだね、ガーッとね、もう家族とかいっぱいいる中でね、一人でいるのがまたいいっていうね、変な趣味ですね。で、あとは普通にビジネスホテル泊まって、ちょっと美味しいご飯をこう探索しに行く旅と、なんかいい、そうですね、その3つがなんか10日間あると基準にしてますね。なんかご飯付きの温泉、割といい豪華な旅館と素朴な民宿と、ビジネスホテルというね、だそれはね、その土地のどうしてもこれ夕飯食べたいんだなっていうのがあればビジネスホテルでね、その他はじゃあこれはなんか何も名物がそんななさそうだからちょっと田舎で食べたいなとかね、そういう感じですね。まあそんなこと言っちゃいけないね、名物が何もなさそうっていうか僕が知らないだけなんですけどね、よいしょ。いや今日でも朝ごはん食べないでよかったわ、やっぱり、これ食べたらまたら今ラーメンをね食べるのにね大変でしたねこれね。温泉も1回しか浸からないしな、いつももったいないっちゃもったいない。しかしね、東北ほんとあっという間ですね。近いんだね、東京からね。全然そういうイメージもなかった。もうあれですよ、これね、やっぱ九州まで行って戻って、まあ、やっぱ広いね、あっちはね。それがね、すごい分かった。日本のね、中心はね、東京じゃないんだね、これね。やっぱ名古屋なんですね。名古屋らへんですね、多分ね。違うかな。よいしょ。先があと19キロなんだな、船木さんの実家弘前。こういうところで育ってるんですね、びっくりだね。これちょっと街黒石なんて違うかもしれないけど、スーパースターですからね。で、船木さんのね妹さんはね、さないっていう名前なんですよね。これはなんか縁深い、僕縁を感じちゃいましたね、勝手に。なんかね、こういう中でつながりって意外となんかあるんですよね、名前ってね、面白いもんで、不思議ですよ。よし、さあ高速乗るぞ。こっから、100キロぐらいですね、秋田。あれなんて読むんだろうな、ちょっと後で、ますけども、ちょっとあれ読めなかった、ごめん。秋田のね、またこれ市内じゃないですね、ちょっと違うところに行きますけど、ちょうどねこっちからいい位置にねいてくれて、すごく行きやすいですね。でその後秋田市内に泊まる感じで、すごい良かったです。
け。いやー、秋田だ。すげー。お、すごい。鳥が僕来たらいきなり全部行っちゃいましたね。今いたのにな。うわー、なんだこれ。いや、すげー、いい場所これ。ほら、わかんないかな。うわー、あっちに鳥がいますね。うわー、なんだこれ。気持ちいいなー。鳥なんだろうね。すごいいっぱいいますね。うわー、いいところだこれ。よし。すごいねこれ。うわ、なんか神秘的だな。なんか奥の方行ってみたいね、ボートとかで。いやー、すげー、なんか、いやー、これは休憩になった。いい、いや、もうちょっとなのでね、また頑張って残りのドライブしたいと思います。あと20何キロですね。よし。こちらのラーメン店はですね、ラーメンが出来上がると菊田さんって名前で呼ばれるんですよね。自分で取りに行くというシステムなんですけど、お金払おうとしたら最後にしてくださいって言われましたね。まあ場所的に中心地でもなく、本当に目立たない住宅街にあってですね、ものすごい人気店なんですよね。もう僕が行った後もすぐ満員になってましたけど、もう僕ね、25年前からこのお店知ってましてね、すごく行ってみたかったんですけど、まあもう絶対行く機会ないだろうなと思ってたし、お店自体がまだやってるとは思わなかったんで、本当にね、見つけた時ね、嬉しかったですね。25年前に見たラーメン屋さんに行くというね、先代の方がご存命なのかわからないんですけれども、元高校の教師ということで、真面目な人で、茹でた麺をあげるのに1秒でもずれるともう気が済まないっていう、なんかそういうのが番組で昔流れてましたね。まあ未だこうやってね、ラーメン店が増えてるのに人気があるっていうのはすごいことですよね。味的にはまあ素朴なラーメン、まあ塩醤油味噌ってあるんですけど、あ、ここのねラーメンの特徴で、これ今持ち上げてるんですけどね、全部のラーメンにねレモンが入ってるんですよね。これがね結構ね、いいさっぱりね、柑橘系いい味出してるんですよね。周り見たら塩ラーメンの色がすごく透き通ってて美味しそうだったんで、今度僕来たら塩ラーメン頼もうって思いましたね。うん、美味しかったですね。なんだ、コクがありましたね。あっさりしてる中にコクがあるというね。まあでももうなんていうのかな、素朴なラーメンにコクが加わったみたいな感じでしょうね。昔で言うとね、もうこれだって何十年も前からあることを考えるとね、もう丁寧に作られてるなっていうようなラーメンですね。今日ねこれを食べに来れたっていうのは嬉しいですね。もう自分のなんかもう何十年も前からインパクトがあったラーメン。ただですね、これね、塩も食べてみたかったね。なんかの、なんだあの塩は、ちょっと興味あったけど、やっぱりおすすめ醤油かなっていう感じだったんで醤油にしました。2杯ね食べようかなと思ったんですけどね、なんか周り見てたらね、まあ、そんな人いないし混んでるからね、ちょっと恥ずかしいなっていうのはね出ちゃいました。こういう時はね一人旅辛いですね。さあこれ用が済んだので、これで60キロ次先ですね、秋田の市内行ってみたいと思います。レッツゴー。ということで、秋田のね、まあちょっと市外からさっき60キロぐらい離れたところの、ちょっとね、今テロップで出します
ところから、今秋田湾ですね。秋田湾に来ました。秋田の魚ってあんまり東京で流通してるような感じじゃないんで、あんまりイメージなかったんですけど、僕だけでしょうかね、秋田湾。それでですね、まあちょっと昨日までね、魚食べ過ぎちゃったんで、まあとりあえず私は今日はね、比内地鶏、やっぱり秋田といえば比内地鶏と霧たんぽじゃないでしょうか、うん、ちょっと食べてみたいなと。まあ要するにね、地鶏とね、秋田の美味しい米で作った、鍋ね、これちょっとね、出汁がどんな感じなのかね、楽しみなんですが、いやーよう走りましたね。しかし、あ、でもよう走ったって言ってもあれだな、群馬によって新潟なんですけどね、群馬によって新潟から福島からね、ずーっと青森ってまだ1370キロ大したことないね。もう折り返し地点ですもんね。前回がやっぱり九州まで行って戻ってきてるのはあれ、まあフェリー使ってますけど、いやフェリー3回使ってて3500キロしてますよあれ。そう考えると、なんかそんなに行かないような気がしますね。今回はやっぱり中心が東京のつもりで私いたんですが、ちょっと中心違うっぽいですね。名古屋あたりなのかな、やっぱりな、静岡か。今日も楽しみだな、ご飯食べるのが。うん、わ、カニの店だって、すげえ。わー、すげえ、カニの店だ。なんか吹いてたぞ今、すげえ。キャー、いいね。やっぱり車で来ないとダメだよね。タクシーで、まあ、ちょこっと行ったね、ちょこっと行ったで終わっちゃいますもんね。こんなタクシー一日中乗れないしね。やっぱり車は最高ですよ。自分とのね、なんかこう喋り合いでもあるし、もう風景がね、あ、こういう風に変わっていくんだっていうのが分かるんでね、やっぱりね、最高ですね。あと車の運転が単純好きっていうのもありますけどね。なんか起きそうだね。海があるっつってもね、どこでも止まっていいわけじゃないね、これはね。やはりね、懐かしの高速まで、ね、自販機ってね、すごいな。あ、今日で終わり、うん、いやだけど全部ですか。そうです。これ、はい、全部もうダメ。今日で、今日で捨てちゃうんですか。いいえ、まあ、うまくやる。ちょっとあるんですね、うん、これだって、もうこんなお安いのね。そうですよ。お願いします。ちょっとうまく、はい、ホテルに持ってって、はい、手で食べれるかな、そのかじってね、はい、頑張ろう、はい、でもベニズワイガニっていうのはちょっとあんまりないかもしれないですね、東京にね。うん、あ、でもなんか全然しっかりしたカニですよね。へ、ね、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、すいません、いいね、ありがとうございます。どうも。いや、カニ買っちゃった。カニを買っちゃったよ、これ。と、参ったな。今からね、比内地鶏食べに行くのに、わけわかんねえな、もう。でも、あんだけ話聞いたら、もう、買うしかないよね。カニ。いや、すげえ。これはすごいわ。もう、あの、煙吹いてるのでね、行っちゃうわな。いや、すごい。
今からほんと地鶏食べに行くんですけどね、きりたんぽ鍋。やっぱりね、すごく最後だと思うと買っちゃうね。どうやって食べようかなこれ。まあこういうことなんですよね。僕はもうね、トレーニングとかね、体とか考えなかったらもう毎日こんなになっちゃうんですよ結局。毎日こんなになっちゃうからもうどうしようもないね。いやー面白かった。さあこれからちょっとレストランじゃないホテルに戻って、このカニをどうするか考えます。よし、リッチも取ってる。着きました。秋田の駅前のホテルですね。はあ、おーいいね。ここはでもね、あれはないですよ、あの大浴場はないからね。まあでも綺麗で、あー使いやすそう。ちょっと大浴場、まあ行きたかったけど、まあいいや。あーディスクね、まあ、使わないけどいいですね。結構作業する人多いからね最近ね。いいんじゃないでしょうか。景色はもうちょっと見れないね。これあのちょっと安いプランだと思うんで2階です。ということでまたですね、このカニをねどうするかっていう問題があるんですけど、多分食べますけどね。で、ちょっと休んでから今日はご飯を食べに行きたいと思います。それでゆっくりしたいと思います。まあ、名物の秋田比内地鶏、きりたんぽ鍋を食べにプラプラ出てきました。いろんな店がですね、まあ、これ予想通りなんですけど、今日電話したらもういっぱいですね。まあなんとか昨日抑えてたとこはね、やっぱり行くことにしました。ちょっとね、魅力あるとこがいっぱい出てきたんで店変更しようと思ったんですけども、やっぱりですね、こりゃダメだ。そうだよね、土曜日は難しいでしょう。まあ秋田はまあ郷土料理もちょっと食べてみたかったけどな。今日のところはね、比内地鶏とね鍋がちょっと専門みたいですね。ちょっと細かい郷土料理ってわけじゃないみたいです。いや、おお、これでも比内鶏地鶏にものすごいこだわってますね。これはいいんじゃないですか。ここまでこだわってるんだれば最高でしょうね。行ってみましょう。また日本酒飲まないといけないかもしれないですね。ちょっと辛いな。すごい切りたもので、白レバー、秋田の漬物、地元のクラフビール、売りそうで猛虎ですね。飲みやすい。丹沢とか丹沢とビール、ルナのもの美味しいですね。これはうまいよ。ああ、油が滴り落ちる。
牛すじがやばいよ、今弾力がもう気取りだってすぐ分かりますよ。おいしい。何日シップのこれなんだろうな。めちゃくちゃうまい。これは当たりだね。しっかりした地鶏を打ち出してるのがいいね。いや、脂が全然すごくなく剥げやすくて美味しいね。すごい。うわ、健康的だ。弾力ありそう。そしてね、これが切りのポン緑のだしでどうですか。うわ、美味しい。うまいな。うわ、かきたんぽ鍋のだしの感じ分かったぞ、これ。めちゃくちゃお雑煮を高級にした味ですね。いや、美味しいな。きりたんぽ鍋、ちょっと癖なのね。お酢味なんだけど、地鶏の美味しさがすごい出てますね。だしがね。で、旨味がすごい。美味しい。地鶏の。うわ、うますぎだね。なんか全然違うな。地鶏にしては柔らかい部位なんですけど、すごいね、旨味が。わあ、すごいわ、これもね。うわ、うまい。うまい、でも十分だよ、これ。卵のね、つけ汁食べましょう。素晴らしいね。硬いわ。こういうのが作りたいね。ごぼうの香りとね、鶏のやっぱもううまい出汁が、わ、黄身合うな。黄身が溶けて美味しい。これはでも比内地鶏にこだわったところに来てよかったかもしれないね。自動にしてもね、純粋なんですよ。だから、これはもうちゃんと生産者を出してるところに来て、よかったですよ。これか。
だこれ。日本酒じゃないの。うわーすごい味だな。米から出る味と思えないぐらい、なんかもうフルーツみたいな、フルーツ酒みたいな、すごいな。デザートワイン近いかもしれない。ワインでデザートワイン近いかもしれない。すげえ。来ましたね。みんなが食べてる親子だ。ちょうどいい量だな、これぐらいが。秋田ってでも鶏もすごいしね、ご飯も美味しいし、すごいね。これはうまいです。鶏焼いてるんだ、一日。香ばしいわ。おいしい。ハーゲンダッツはない。ベリーボーデン系ですね、これは。ベリーボーデンをめちゃくちゃコクをつけて上品にしてる味です。いいのかな、その量で。めっちゃ濃厚だ。美味しいよ。いやー、今日も美味しかったですね。いろんなとこもね、行ってみたかったんですけども、まあ、これも食べれないです。ということで、今日もね、秋田、めちゃ満喫しました。楽しかった。美味しかったです。いや、今日も、いやいや、めっちゃうまかったね。味がそんな濃いわけじゃないんだけど、素晴らしい、比内地鶏の味でした。ちょっと自宅でね、どうやったら美味しく作れるんですかって聞いたんですけど、あんまりよくわからなかったですね。じゃあまた明日続きます。ありがとうございました。